令和の虎、その思いを金に変えろ。はい、皆さんこんにちは。お隣にいらっしゃるのは事業再生版タイガーファンディング主催の後藤さんでございます。そして林さんにも来ていただきました。よろしくお願いします。はい、実はですね、今日9月の27日なんですけれども、今日と明日で〇〇版タイガーファンディングの進捗報告っていうのを流すんですね。で、1本あたりで、3つずつ流していくんですけども、この事業再生版がですね、後藤さんと会う機会がなかったのでまだ取れてない。なので一旦今日これをもう一回取ってるっていうのが一つと、せっかくなので、ちょっと、いろいろと困ってることもありますので、その件についてもお話をしていきたいなと思っています。はい、よろしくお願いします。いよいよ今日、はい、ね、1本目と2本目の収録がありますけれども、はい、どうですか、志願者はどんな人が今日来てますか？そうですね、ネタバレにならない程度でいいですよね。志願者の方自体の応募はちょっと少なくて、はい、若干そこが困っているところと、はい、まあ、来られる方っていうのはやっぱ様々な方が見えるんですけど、はい、まあ、正直、まあ、幅が広い、はい、っていうのだけまずお伝えしたいですね。今日は実はこの人が来るんだと思ってた人が残念ながらドタキャンになっちゃったんですよね。そうなんです。はい、それでもう宿泊して急遽出てもらう人も いらっしゃるんで、まあ、どんな絵になるか分かんないんですけど、まあ、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。逆に虎側はもう揃いましたか？揃いました。はい、1本目2本目ちょっと教えてください。もう誰ですか？ですね、はい、林さん、はい、1本目2本目、はい、で、茂木社長、はい、と島屋、島屋と私と、はい、もう一人は、もう一人は歯医者さん、はい、美容師科の先生が一人、はい、あ、じゃあこの方は、はい、当然令和の虎界隈初登場、初登場ですよね。はい、はい、個人的に後藤さんとお知り合いなんですか？そうですね、投資絡みの仕事で。なるほど、はい、ご一緒にされてることもあるとさせていただいております。なるほど、分かりました、はい、ということでさっき冒頭にも触れていただいたんですけれども、事業再生版まだ配信がされてないからっていうのもあると思うんですけど、なかなか志願者が集まってないんですが、林さんどう思いますか？てか、なんで車屋さんなんですよね。なんで事業再生版をやろうと35年創業して仕事してるんですけど、意外と車屋じゃない仕事をやってるんですよ。あまり表には言えない、表に言えないようなことをしてるの？どういうこと？はい、本当にそういう支援的なことを、うん、じゃあいっぱい事業再生してきたんですか？そうですね。へえ、はい、なんかそういう感じには分かんないんだけどな。だからそれがまずみんなに伝わってないからじゃないですか。そうですね、事業再生する人って感じしないじゃん。自分でもそう思います。でしょ、だから応募来ないんだよ。いや、僕が事業再生しますよって言ったらなんかめちゃくちゃ金回りそうだし、あ、そうです、ね、なんかとかしてくれると、え、そうです、ね、お金あるの？は、多分びっくりするほど。あ、そうだろ、はい、そうだろ、はい、普段です。なんか、すいません、はい、さん、仲良くしてください。表現するな、林さん。え、そんなお金持ちだろ？いや、チームで普段動いてるもんで、事業再生。いや、まあ、自分でびっくりするぐらいで普通言えない。すごいね。おい、じゃあもうちょっと仲良くしようかな、俺。ちょっと、じゃあお金あんのね。はい、ですので、じゃあ結構だって事業再生って言ったら、はい、何百万じゃ基本聞かないっすよね。そうですね、何千万何億って、だって、はい、めちゃくちゃお金困ってる人というかもう立ち行かないっていう状態でしょ現在。一本話してる事業再生っていうか、うん、まあ、案件なんですけど、うん、生体認証をちょっと使ったこうビジネスで一応3億投資での話を今やっております。はい、その方は出てこないんですね。ちょっとそうなんですよ。志願者が難しいっていうのはどうしてもやっぱりいろんな意味で、まあそうですよね、出てこない。チームでお金持ち友達でみんなでこれ再生するかぶっ込むみたいな感じでやると、はい、やってます。だからなんで車屋さんが事業再生なのかなって、それだからだと思うよ。そうです、全国でお金困ってる人なりはいっぱいいると思うんだけど、はい、うん、車屋さんだから多分50万くらいしか出ないと思うんですよ。あ、っていうのが僕の予想です。ひどい、はい、違う、もうだって僕も知らないもん。なんか内容良ければ、うん、行きます。億単位、はい、マジ、はい、本当、はい、それ普段やってます。そんなあるの？俺も志願者で出よう。ねえ、本当よね、みんな出たくなっちゃうよね、そんなね。はい、苦しんでね、いつも言ってるじゃん、苦しんで。いや、本当、いやいやいや、ゲスマスかせない。いや、本当ね、支出が大きいんだ、僕は。あ、そう、はい、支出がでかい。いやー、いいね、すごいね、いいです。お、奥持ってる、はい、すごいね。お
金持ちなんだね。知らなかった。地元一緒ですから。地元あ、もう名古屋ですから。すごい名古屋すごいな。というわけで、じゃあ億単位対応かって言ったらこれは行列。いやだからね、みんなね、ちょっとね V 字回復の虎のイメージ持ちすぎちゃってるんじゃないのかなと思って。なるほどね。なんかああやって飲食で困ってるねっていうところだけじゃなくて、本当に事業で何かお金に困ってる人だけじゃなくて、何かが足らなくてやっぱり事業がうまくいかない人って多いじゃないですか、うん、そういう方々にぜひとも来ていただきたいなというふうに思ってるんですけどね、はい、なんとか顔出し OK の人よろしくお願いします。そうですね、まあ、そうですね。そこがやっぱハードル高いですね。これってやっぱ仮面かぶってきたんじゃどうですか。まあちょっとね、まあけどね、もちろんね会社が潰れそうって話をね、はい、顔出しで大変だとは思うんですけどね、けどそれはしょうがないよね、お金出るんだからね。 それはこれ絶対僕でも背に腹変えられると思いますよ、うん、それぐらいの度胸なければ、うん、まあ、勝手に潰れればって話ですよね。そうですよね、はい、これはちゃんと視聴者にね、前の概要の話でもしてたんですか、これは億単位対応かとか、いや、お金あるとか、そこまではあんまり言ってないですけど、それがね、伝わってないんだと思うな、うん、僕もただの車屋さんだと思ってたから。そうですよ、もう表向きはただの車屋さんです。有限会社でしたっけ、はい、ね、なんか、ああ有限会社だから古い会社だったらなんで車屋さんが事業再生なんだろうなっていうね、それがだって、今度社名は有限会社かぐやま商会ですからね、かぐやまって場所の名前ですよ。はい、マジ意味不明です。でも裏側ですんげえ金持ってますよ、ね、はい、そんな車屋儲かるの。いや車屋は儲かんないです。そんなに、まあいろいろやっぱさ、ね、なんとかコンサルティングとか変えればいいじゃん。そうですね。でもなんか後藤さんの顔に似合ってませんか、なんか紹介っていうのは。もうそれは似合ってない。だからその似合いすぎちゃって僕、はい、あるって思わない。はい、ということでございますよ、はい、皆さん、あのぜひですね、本当にあの僕こんなチャンスなかなかないと思いますよ、うん、なので勇気さえあればですね、誰でも志願はしていただけると思いますんで、今ならまだそんなに志願が多くないのでチャンスだと思いますから、ぜひとも皆さん、あの今日概要欄貼っておりますので、あのご応募いただきたいなというふうに思っております。会社が潰れそうなあなた、お待ちしてます。最後に後藤さん一言どうぞ。はい、あの、はい、顔出し OK って方見えましたらぜひご一報ください。よろしくお願いします。はい、後藤様の本家の虎に出てきましたけど、最初ビビりまくっててなかなか力発揮できなかったらしいので、その辺もちょっと見ていただきたいと思います、はい、頑張ります、はい、じゃあよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。仲間とつながれる、虎とつながれる、もちろん主催ともつながれる、令和の虎ファンクラブ入会はこちらから。